おかえり、マーベル映画ただいま、ブラックウィドありがとうございます、えー、ブラックウィドナターシャ役、えー、の声優うん、吹き替えをやらせていただいております米倉良子です、えー、エンドゲームから2年が経ちました、えー、本当は去年 えー、このブラック・ウィドウの映画が、ね、公開する予定でしたが私も首を長くしてこの日を待っておりました、えー、やっとやっと公開が決まりましたそうですね<か>今度はもう間違いなくとてもアベンジャーズとはまたちょっと違ったもちろんアベンジャーズらしいあのマーベル作品らしいアクションと。 えーうん、壮大な映画にはなっておるいるんですけれども、えー、またちょっと心に響くような映画に出来上がってると思っております。ぜひ楽しみにしていてもらいたいです。はい。はい、よろしくお願いします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ますあのこうやってイベントもね何度も何度もやるやれるかもあやらないやれるあやれない今回も。 やれないみたいなことが何回もあったんですね、なので今日こうやってこの場所に立てて本当に嬉しく思っております、はい、もう米倉さん自身がこうスカレット・ヨハンソンのこうブラック・イドードルにこうどんどん融合しているような感じがいたしますそうですね、もう最初の忘れもしません、2012年からえあの時何やったんだっけな。えー、っと アベンジャーズ始まってですねちょっとずつ、本当にまだブラック・ウィドウの出演が少しずつだったんですけれども、<うん S 1> 大変でした、もう、大変でした、<laughs> <laughs> ああ吹き替えっていうね、お仕事をなかなかする機会がなかったので、<あー S 2> でも本当にこのブラック・ウィドウ、ナターシャと一緒に思いを込めて、声だけでも演じさせていただけるっていう思いを、 込めてやってると、今回のこのブラック移動にはね、思いが本当に詰まりましたね。強くなっていくわけですね、はい。やるたびには。うん、はじめまして、あの。えー、ナターシャ、ナターシャの偽りの妹。エレーナをやらせていただいてます。あの日本、日本語版吹き,吹き替えの、えー。田村睦美です、えー。めちゃくちゃ緊張してて、ごめんなさい。ちょっと。言わしゃべれないんですけど <laughs> いえいえ。大丈夫です。大丈夫です。ゆっくりで大丈夫です。はい、ありがとうございます。あの、本当に。 ようやく劇場公開ということですごく私も楽しみにしております私もあのアフレコ以来あの今作見られていないので本当に私自身も楽しみにしてますしあのナターシャの過去を皆さんに早く見ていただきたいなっていう思いでいっぱいですどうぞ今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますここでですねなんと米倉さんと田村さんそして、えー、日本のですねマーベルファン宛に とある姉妹からですね、えー、ブラック・ウィドウの映画公開をお祝いするサプライズのビデオレターがね、実は届いておりまして、お二人はどうぞ、えー、あちらのですね、ちょっと客席の方にお座りいただきまして、えー、見ていただきたいと思います。hello, hello Japan!Hi, Ryoko!Surprise! I'm Scarlett Johansson. I'm Florence Pugh. Congratulations on finally being able to screen a Marvel Studios movie in Japanese theaters for the first time in two years since Avengers Endgame. We really wanted to visit Japan and celebrate with all of you. Although we're not physically there, our hearts are definitely with you. I hope all of you will enjoy Black Widow on the big screen. You will not be disappointed. はい、ということで、サプライズ VTR なんとね、スカーレット・ヨハンソンとロレンス・ピューの2人からね、えー、いただきましたけど。 感動で、立てません <laughs> <laughs> ゆっくりで結構ですんで、ちょっと戻ってきて、これ、サプライズだったんでね、ちょっとお伝えしてませんでしたけど、すご,いすごいですね、わお二人から、ねえ、まあ、いかがですか。あの あの知ってますよたくさんのインタビューをやらなきゃいけないこの2人がねロサンゼルスで小さなお部屋でたくさんのインタビューに答えて結局、こうやって日本のためにインタビューをしなきゃいけないこの2人の忙しさも分かりますそんな上でこんなメッセージをくれたっていうことが感動でですねえでもとってもフレンドリーな方ですよねどんな方ですかあのスカレット・ヨハンソンソは本当にあっとね。 一番最初にお会いしたときはあの、もちろんあの「アベンジャーズ」初めての作品でしたので、まあ、あの私ももちろん日本語と通訳さん通してだったりとかしてるんですけど、あのー、疲れて廊下に座り込んでるスカーレット・ヨハンソンを見て。<laughs> <laughs> フランクな子だなって <laughs> な <laughs> 思ったりとかでですねでさらにはいろんな作品を彼女の映画を追いかけたりでまた「アベンジャーズ」でまたお会いしたり、はい、でもセイハロン、本当にあはいそうですねといろんな人が久しぶりって覚えてく,れさくださったりとかそういう思い出がねあの今はぁ懐かしいですね。<laughs> <laughs> LA に行きたい、LA に行きたい <laughs> 出演されている皆さんもそうですしこうやって一緒にやっぱりこう映画を作っているあの皆さんもやっぱりアベンジャーズというやっぱりチームなんだなということをアベンジャーズのチームはもう本当に仲がいいっていうのがあの私は外からもちろん見ててです,ですけれども本当にチームワークがよくできてて、うん、なんかあの アベンジャーズが家族っておっしゃって映画になってますけれどももう彼ら自体がもう本当の家族のように、ねはい、見受けられますね嬉しい、えー、お声をいただきましたけどそして田村さん、ねはい、フローレンス・ピュースカーレット・ヨハンソンとともに2代ハリウッドスターの、はいえー、ご挨拶だったんですけどいかがだったでしょうか,かわいいですしかっこよかったですね。<laughs> お声が本当に素敵で、んなんでそれに吹き替えさせていただけるなんて最高に嬉しかったのとやっぱスカーレット・ヨハンソンさんがあの久しぶり旅行っておっしゃってるのがななんか私、関係ないのにすごい、すごい嬉しくてちょっと私ままで感動しましたね、まあ、そういう意味では本当にこういう皆さんも、ね、あの本当にやっぱりファミリー、家族なんだなということをちょっと改めて感じさせていただきました。ありがとうございます、はい